料理教室です。下草も下草も280円。あのもしよっていうの前買ったら、あれがあったらあれを買ってきてほしいで、なかったら別のものに手を出てる。はい、手を出てる。あ、2回行ったか。あ、2回でもいいよ。うん、カレータレねえな、これだ。うん、4000円あるけど。誕生日だ。何かも分かってない。お、あれも言ってたけど、歌ってたよ。うわこれはすごいな。何花だ。見せて。あ、見せて。花。ちょっとさ、こうさ、こう持って、持って、とか。マスク外すの？オレンジページのね、皆さんからもらえましたよな。本当に、立派な花をもらって、うん、ありがとうございました。スタイリストさんからもらったんだ。あー、キラコタン、うん、これいい酒なんだ。焼酎。マサルお父さんへ、これからもずっと元気でいてくださいね。ありがとうございます。これはね、編集の人とね、それからライターさんだよ。嬉しいな。鹿児島の麦焼酎10年熟成麦だ。お祝いの気持ちです。ありがとうございました。あ、手紙だ、うん、これ福寿っていうのって、これなんていうのだ、
わかんねえな、俺には読めねえな。字はわかるけど。卒寿。さしすせそ。と。さしすせそ。と。と。そ。いいじゃん。はい、いいじゃん。卒寿で。はい。なんでしたら今この遠いって言うんだろ。そう。方が。あ。うん。もう大丈夫。いいや。卒寿。いいよ。卒寿。わわわわ、素晴らしいな、おいくれ、ね、いいなぁ、おい、美味しそうだな。今年もあります。あれ今年ないなと思ってました。忘れてません。ある程度ね。90歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。わわ、あれだわ。カラフルですね。カラフル、これほら、マサルさんのデニムのね、エプロンに合うんじゃないかなと思います。かっこいいだろ。90歳は虹色で、うん、虹色で、はい、虹色の1年をあるとか、はい、虹色の1年を過ごしください。畳み方わかんねえな。誰だか。あー、本当ですよ。鹿児島予想。おめでとうございます。びっくりして90でしたね。突然私が現れたら分かんないだろうって言ってたの。いや、分かった。分かった。鹿児島ですよ。鹿児島の焼酎だった。わー、日本語。ハッピーバースデーです。ハッピーバースデー。パチパチパチ。おはようございます。おお。かなり若いですよ。これ15年前。この長子倉さんもお父さんも。お父さんがだから牛倉さんのおかげで初めて本に出て、顔が載ることによっていろんな雑誌とかからね、声がかかってね。いや、だって話聞いた時絶対面白いと思ったもん。こんな話めったにないもんね、普通じゃないもん。義理の父親と一緒に働くことにそういうふうに興味を持ってくださったのは牛倉さんとレミさんだけなんですよ。あとボケない秘訣は何？マサルノートって言って、マサルノートレシピとかすごいんですよ。で、今回のこういう YouTube とかの撮影の企画みたいなのを
り自分で書くの考えたり自分でプロデュースして演出しちゃうんだ陰で努力はするよね90代で同じテンポで話して同じだけのことができるって人はそうそういないですよいません貴重品です開けてメッシーメッセージを探すべし。あれ。あ、これだった。あなたがいつも韓流ドラマを見ている場所へ行き、潰してあるメッセージを読むべし。あなたの指定席に座る目の前のパソコンを開くべし。これだ。ああ、さあさあ、よくここまでたどり着きました。90歳おめでとうございます。パソコンつけるべし、牛倉。こうか。うん。いた。ポチッ、グッとして。はい。今日の料理の後藤信義です。後藤さんか。卒寿おめでとうございます。後藤さんにはラジオ深夜便のロングインタビューさせていただくことがあります、素晴らしい人生の味がマサルさんのレシピの味だと思います、いつも私たちスタッフ、美味しいコーヒーも入れてくださって本当にありがとうございます。例えるならばそうですね、イカの燻製。おお、まだのイカの燻製か、ね、噛めば噛むほど味が出る、そして素敵な香りもあるという。卒寿おめでとうございます。マサルさん、誕生日おめでとうございます。安藤です。ここは城崎温泉です。私が今住んでいるところです。マサルさんを食べ物に例えると、私はここかなと思います。ルーツが同じ北海道ですし、水とかぬるま湯にじーっと浸かってるだけですごくいい味を出して、みんなをほっとさせてくれます。で、その後も佃煮とかになって、ご飯の友とかお酒の友になってくれます。マサルさんも、90歳を迎えて、ますますいい味を出して、みんなの素敵な友になっていてくれたらなと思います。どうか毎日、機嫌よく、お過ごしください。角川の西村みどりです。マサルさん90歳のお誕生日おめでとうございます。マサルさんとは2人で飲みに行ったことが何度かあって、でその時にこういろいろお話を伺って、本当すごいなって思っています。最初にひらめいたのはもやしでした。もやし、私の特集だったか普通の食材だったかで、まさみさんにお願いをした撮影があって、一日やったことある。前夜にまさるさんがそのもやしのひげ根を一晩かけて撮ってるっていうのを
写真を送っていただいて、そのテレビを見ながらひたすらすごい量のもやしを取っている背中が何とも言えないなと思って、なんかすいません、それが浮かびました。ちょっと子供も大きくなったので、2人でご飯食べに行ったり飲みに行ったりすることもできるようになりましたので、また誘っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。うわこれビデオメッセージ、ビデオメッセージ、いや皆さんこんな、いやありがたい言葉をいただいてありがとうございました。